はい、皆さんこんばんは、洗面器です。今日もね、晩酌の準備が整いましたので、早速晩酌やっていきたいと思います。で、今日はね、焼き鳥買ってきましたね。ちょっとね、今日晩酌のね、準備そろそろ始めようかなと思って、で、ふとね、そういえばウイスキー、そういえば切らしてたなって思い出して、でね、ウイスキーないと寂しいんで、もう晩酌の準備もうね、する前にスーパー行って、ウイスキー買って、で、途中というか、そのスーパーの近くにね、 2,3 年くらい前にできた焼き鳥屋さんがあって、で、そこの焼き鳥ね、まだ一回も食べたことないなと思ったんで、その焼き鳥買ってきて、あと適当にね、スーパーで揃えて、これでね、宅飲み晩酌っていう形にしてみました。ではね、飲み物からいってみたいと思います。ちょっとね、また珍しいビールがあったんで買ってきました。オリオンビールの名護ビアなんですけど、シークワーサー仕様って書いてあるんですよ。わかるかな、名護産シークワーサー仕様、オリオンビール発祥の地名護で生まれた沖縄県産素材を使用したプレミアムクラフトビール、名護産シークワーサーと5種類のホップを使用した沖縄ならではの華やかな香りが特徴のビールですって書いてあるね。シークワーサー使ったビールってどうなのかなと思ってね、ちょっと買ってきました。どういう味なんだかね、今日のシュワシュワはこれでね、スタートしたいと思います。うわー、すごい泡が、泡ばっかりになっちゃった。あー、ちょっと泡ばっかりになっちゃいましたね。半分ぐらい泡になっちゃいましたね。こんな感じですね、今日のシュワシュワ。うわー、ちょっと泡多すぎ、ピンとは合ってないし、もう、あ、ピンときたね。シュワシュワこんな感じです。いやね、今日も一日皆さんお疲れ様でした。じゃあお先に失礼してね、いただきたいと思います。シュワシュワで乾杯、いただきます。うん、あ、爽やかな感じ、ホップの苦味の爽やかさと、シークワーサーの爽やかさ、甘みとかが少し入ってんのかな。すごい爽やかで、苦味もしっかりあってね、ホップの風味もすごい効いてますね。美味しい。あー、結構苦い。おお、じゃあちょっとね、おかわり作って一回置いときたいと思います。では焼き鳥ね、ちょっとね、もうお店の名前もちょっと分かんなくてね、なんていう名前だったかちょっと忘れちゃったんですけども、塩の焼き鳥をね、3種類、これがなんだっけ、砂肝ってやつね、で、軟骨と、これは豚タンですね、この3種類を2本ずつと、あとタレの味もね、ちょっとどうなんだか気になったんで、つくねをタレで2本買ってきました。今日はね、これで晩酌やっていきたいと思います。まあ、全部食べないと思いますけどね。ではどうしよう、豚タン食べようかな。豚タン好きなんで、あれも好きですけど、この砂肝とかも好きですけども、こんな感じですね。ちょっと七味をちょっとパパッと軽くかけて、こんな感じですね。豚タン結構厚みあるかな。あー、でも普通か。
豚タンの焼き鳥ってなかなかないですよね。青森あたりだとね、鶏肉も豚肉もね、前にもお話しましたけども、串に刺して焼いてるやつは全部焼き鳥っていうんでね、豚ですけども一応青森ではこれもね焼き鳥の仲間っていうことになってます。頭とかねそういうのもあるんですけども、豚タン珍しいなと思ったんで、これ東京だったらまあホルモン焼き屋さんの範疇でしょうねもつ焼きとかホルモン焼きとかそっちの範疇になると思いますけども、青森では焼き鳥として売ってます。では一口ねいただきます。うん、あ、おいしい。うん、あ、これいいな、ボリュームある。うん、あ、もう一口もう食べちゃおうか。もう、まあ、もう一口、じゃあもう一口いただいて。うん、あ、おいしい。うんうんうん、やっぱり香ばしい、すごい。うん、食べ応えある。うん、もう一本開いちゃうな。このビールも美味しいな。あの柑橘系みたいな味はしないですよ。シークワーサー使ってるって書いてありますけど、柑橘系みたいな味じゃなくて本当にもうビールの味です。もう普通にビールの味、すごいね苦みがあってね、美味しいビールですよ。うん、じゃあお次はこちらね、野菜サラダ、ちょっと量少ないですけども今日は、癖になるね、利権さんの癖になるうま塩のドレッシングね、これを軽くかけて、でおろしのタレ、エバラさんのおろしのタレもちょっとね、ちょっとだけこのくらい、ね、軽く風味つけるぐらいの感じで、これでいただきたいと思います。よいしょ、トマトからいただきます。うん、サラダチキンはいつもの生協さんのサラダチキンのプレーンのやつ使ってます。よいしょ、ではサラダもねいただきます。うん、うん、今日はお昼にねラーツしてね動画上げましたけども、お天気良かったんでね、バイク走ってる方ちらほら見かけましたね今日は。うん、うん、バイク乗ってると涼しくてちょうどいいぐらいですね今。うん、止まってるとちょっと暑いですけどもね、長袖着てなきゃいけないし、走ってるとちょうどいいぐらいですよ。うん、これからね、どんどん暑くなるんでね、したらまたバイクね、暑いのも寒いのも大変なんでね、今ぐらいがいいですよね季節的に。バイク、ではお次はね、マグロのたたきを買ってきてネギのっけてね、ネギトロにしてみました。お刺身全然ね安くて良さそうなのなくて、
本マグロのお刺身なんてね、ちょびっと一柵乗ってて1000円とかね、そんなん買ってらんないんでね。これで380円の 20% オフとかで買ったのかな今日は、まあ、そんなに高くないんで、よいしょ。ネギトロ丼とかまだ食べたいですけどもね、今日は普通にお刺身の代わりにね、よいしょ。これ崩れちゃうんでね、ちょっとだけお醤油つけて、ちょっとわさびのっけて、これでいただきます。いただきます。うんうんうん、あ、おいしい。じゃあ日本酒はまたいつものちょっぱりね。これももうないな、ちょっぱり。青森県の地酒、弘前の地酒になります、ちょっぱり。よっ、あ、もうないな。では日本酒合わせていただきます。もう一回分くらいあるかな、もう一回分もないかな。ちょっと温存しとこうかな。焼き鳥もちょっと日本酒合わせたいんでね、ちょっと温存しとこうかなね。またグイッていきたいところですけども、やっぱりね、日本酒と焼き鳥も合わせたいんで。ではじゃあお次は軟骨食べてみようかな。軟骨、あ、ちょっと待ってくださいね。七味ちゃんと用意してね、七味を用意して軟骨にパパッとまたちょっとかけてね。わさびつけようかな、どうしよう。塩の焼き鳥にね、わさび合うんですよね。よいしょ、こんな感じかな。ピントが飽きたかな、ピント。こんな感じですね。軟骨だよなこれ。軟骨で注文した、多分野源軟骨じゃなくて膝軟骨の方の軟骨なのかなこれは、と思いますけどもね。形的に軟骨頼んだはずなんで軟骨だと思うんですけども。じゃあちょっといただきます。この軟骨うまい。すっごい脂乗ってる。おいしい。もうコリッコリ。これはさっきのちょっぱりの残り。合うな。もう軟骨、多分膝の方の軟骨なんじゃないかと思うんですけど、ちょっとね、結構脂結構ありますね。なんで日本酒でね、こうさらっとね、日本酒の冷酒で焼き鳥のこうね、脂を洗い流すような感じでね、さっぱり飲める、そんな感じですね。この組み合わせもいいですね。ではじゃあちょっとね、七味をちょっとパパッとこうかけて、せっかくなんでこうね、ひじきね、
スーパーのお惣菜のひじきですけども、こちらもいただいてみたいと思います。あ、動画の尺がもう結構いってるな。レンコンがねすごいいっぱい入ってるんですよ。レンコン、レンコン、いただきます。うん、あ、レンコンの食感がいい。うん、うん、お出汁が効いてる、おいしい。うん、そういえばせっかくウイスキー買ってきたのに、ウイスキー向きのつまみが全然ないどうしよう。じゃあせっかくねウイスキーねわざわざ買ってきたんで飲もうかな、ちゃんと。またね、ブラックニカのね、ディープブレンドを買ってきました。なんかもう何飲もうかなと思って。選んでる時間なくてね、焼き鳥屋さんで焼き鳥注文して、で、焼いてる間の時間にスーパーに買い物行ってきたんでね、あまり遅くなるわけにいかなくて、何飲もうか悩んでる暇なくてね、これ買ってきちゃいました。もうすぐね隣なんですよ、焼き鳥屋さんが。スーパーの隣なんで、ね、欲しいものね、注文メモにメモ用紙みたいなのがあってね、書くんですよ、何何本って。でそれを見て、あれですよ、計算も自分でしなくちゃいけないんですよ。例えば今日だったら豚タン1本いくらでって書いて、あ、1本いくらってなってるんで、それを2本でいくらで、砂肝1本いくらなんで2本買って2本でいくらとか、全部計算して合計金額とかも全部自分で書いて、それをねお店の人に出して、それでお店の人がそれ見てこう焼いて、ほんで、あ、いくらですねっつって、そういう感じでやるんでね。うーん、でも焼いてる間、じゃあそこのスーパーで買い物してまた来ますっつって、ほんで買ってきたんですよ。まあまあね、ただね待っててもねしょうがないんで、時間もったいないんでね。いや、焼くのにもね10分ぐらいかかるんで、その間にささっとね買い物して、うーん、でまあ焼き鳥ね受け取って戻ってきたんですけどもね。うん、うん、ブラックニッカ美味しい。ではじゃあつくねもいただいてみましょうかね。ね、あ、ちょっと待ってください。ちょっとね、これちょっと食べかけなんで、こっちにちょっと移動させて、タレをよく絡ませて、よいしょ。こうですね、つくね。こう団子になってないつくねっていうのもありますよね。こういう棒状になってるつくねね。じゃあ七味をちょっとかけて、居酒屋さんなんかだとこういう棒状になってるつくね見たりしますけどもね。ではタレどんな味なのかちょっと気になるんで、いただきます。うん、あ、軟骨入ってるかなこれ。あ、うん、軟骨入りのつくねですね。そんなにこのタレ甘くないですね。甘くなくて醤油の味が強い感じのタレですね。ちょっと変わってるかな、こんな甘くないタレそんなな、あんまりないかもしれない。甘みはそんなないですね。うん、うん、うんうんうん、そんなに甘くなくてしょっぱめのタレですね。うん、ではね、
あとは動画かアニメかなんか見ながらね、またねゆっくり晩酌続きやっていきたいと思います。今日もね最後までご視聴していただきましてありがとうございました。たまにこのね新しいお店とかでこう買ったりして飲むのもいいですね。うん、うん、では今日のね晩酌動画の方はねこの辺で締めにさせていただいて、またねゆっくり続きやっていきたいと思います。今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。